ラジオエジです。3月5日土曜日、1時15分を回りました。完全深夜枠の夜トレラジオエジの夜トレ完全深夜枠土曜日版。まあ日曜日、あ土曜日日曜日に見てねっていうね。そんな、えー、深夜枠の夜トレです。まああのー、 ね、今日は雇用統計、今日というか昨日は雇用統計だったんで、雇用統計を待って、えー、ね、5本目の動画を作った。えー、それがまあ遅れの原因です。主なね。それからやっぱり今、今日は相場がすごいじゃない。だからこれをまあ見ていたり、えー、して、とか、あとは夜トレの準備。えー、今日はまあ長めの夜トレとってことでね、えー、メールは5通ぐらい読ませていただくということで、えー、それもあって、それもあってですね。 えー、準備が長引きまして。で、今日は、えー、テーマはこれ。えー、地政学リスク、相場はどこまで下がるのか。地政学リスクで相場はどこまで下がるのか。みたいな。うるさくてごめんね。<laughs> えー、今日の、えー、まず雇用統計の振り返りからやりますけれども、雇用統計は悪くない。非農業部門の雇用者数が67万人増。失業率は3.8%ということで、いい。いいじゃんよ。ねえ。えー 3. 4%から3.8まで失業率下がって雇用非常に調子いいわけよ。失業者があんまりいない状況。ね ただ平均時給が伸びなかったって、これが悪材料視されまして、相、え、場、ー、あまり良くない状態になっております。だけど、結局はさ、あの、今日、おこれね、あ,あの、えっ、ー、と、米国株から見ていきますけど、まあ指数から見ていきますけどね。まあ日経でもいいけど、日経ずるずる落ちてきて、今25,800円ですね。もうじりじり落ちてきて、今700円台もありましたね。はい。もうただただだらだら落ちてます。 まあこれ朝までわかんないけど、まあ今日多分上がる気しじゃないんだろうなぁと思うね。で多分これで、えー、だらだら落っこちて、月曜日にもう一回来るんじゃないか。えー、これは5本目の動画でも言ったけど、月曜日にもう一回、えー、ドカーンと来るんじゃないかと思っています。よくあるのがね、やっぱり月曜日の暴落ってあるんだよね。で、前は、えっと、1月の暴落は月曜日で、えー、最近の2月の暴落は24日は木曜日だったね。えー、 だけど、この後3月の暴落が7日 ?3 月の7日とかね、週明けの7日とかやべえぞ、という感じですね。まあ今日何かいい材料が出ればね、いいんだけど、材料いいもの出ないでしょねえ、発電所に、えーえー、攻め込んで、えー、そこを占拠しちゃったみたいな話でしょねえー、原発ですからね、それは、もう、プーさん、 どうなっちゃったの <laughs> 本当に。君はっていうか、どうなっちゃったのよって話ですよね。うん。もうダラダラ下げて、今ちょっと自立反発してるけどね。まあ、ちょっと、えー、上はなかなか厳しいぞっていう感じです。まあ今日雇用統計が良かったんで、えー、雇用統計だけ考えればね、上に行けるんですけど、えー、それだけではない。やっぱ雇用統計、えー だけでいけるんだったら行いける。だけど、無理だよね。こんだけの、えー、地政学リスクがわーっとね、黒くのごとく世界を覆い尽くしているという状況なので、えー、それで上がろう、上がろうっていうのは無理だよね。そんな感じです。ねで、今日ひどいのが、えー、ユーロなんだよね。ちょっと見てみようか。ユーロ円がこんなのよ。こんな見たことないね。こんなチャート。 これはね、えー、こんだけ下げたのはね、どこだろうなーってずーっと見ていくと、えー、前に、ほら、ここ、フラッシュクラッシュがあった2019年の1月3日だね。2019年の1月3日にフラッシュクラッシュって言って、ダーンと1月の最初に落ちた日があるのね。その日がこの程度ですから、これ、これが123からいくら、118まで5円ぐらい下がったんですけど、 この日に匹敵するぐらいの下げだよね、今日。えー、それ以来の下げです。まあ、5円幅はないけど、27から、えー、25だから、まあ、2円幅ぐらいだから、でも最近の動きからしたら相当下げているっていうね、フラッシュクラッシュ的な下げになっている。ユーロ、円ですね。えー、5分チャート見てもまだ下げ止まらないんだよね。ずーっと下げている。 まあこれ、今日売って儲かってる人いるかもしれないですね。えー、売って儲かってる人いるかもしれない。これでも、売りで儲けるのはなかなか難しくって、のからスコーンと上がってくるからね、怖いんだけどね。でまあ買うのもね、まあ買えばいいとは思うんですけど、よっぽど間を空けてね、2円ぐらい空けて買っていかないと怖いっていうね、そんな状態になっている。ユーロ、円。まあこれ下がってる理由は今日のね、発電所の、お まあ、テロと言っていいんじゃないかと思うんですけどね。そういう事件。えー、それで下がってるわけで。それはもちろんヨーロッパ全体がね、今リスクにさらされてるわけで、それでこうなってるわけですよね。いやー、すごい反応だよね。ユーロ円。ユーロドルはどうだユーロドルも同じかなユーロドルも結構下げてますね。はい。だからまあ、ユーロ、えー、な、ユーロなんたらってやつはね、全部やばいんじゃないですかね。 ま、あユーロ GBP はそんな下げない。ユーロ AUD とめっちゃ下げてるよね。今 AUD 強いもんね。ユーロ、これは5ドルですけど、めっちゃ下げてる。こんなんですよね。すごいね、これ。ユーロのこの下げっぷり。ね。ユーロ5ドルとかすごいね。で、ユーロ円も、今までそんなに下げ目立ってなかったけど、ま、あでも同じようなもんだね。こんだけ下げたっていう。ま、あ今日がこれユーロの、ま、あセーリングクライマックスだと思いますけどね。 125.3まで落ちてる。ちょっと前まで130はあったんでね、5円ぐらいドカッと落ちているっていうね、そんな状態です。これも一重に、えー、プーさんの、えー、今日起こしたあの、あのね、商業 <laughs> あの、やったことがここまで影響してるっていうことですね。そりゃあね、ヨーロッパの人からしたらさ、まあ、気持ち悪いよね、チェルノブイリの10倍の影響が出るなんて言われてるからね。 で、そこを、だから、選挙しちゃってるわけだから、どうなるかわからないじゃないですか。電気止まったら偉いことだよね。大丈夫なのっていうね。安心して眠れねえよ、みたいな。世界が。そんな状況でしょそれ一人でやってるのがプーさんだよね。こんなの許されないよね。だから、国際法でなんとかできないかみたいな動きも今出てるみたいね。国際法でこれ何とかさばけないかみたいな。やめさせられないかみたいなね。だって、そうしないと、 一個人がですよ。こんなことをやって世界中をね、混乱に落とし入れるなんてことができてしまうってこと自体がおかしいよね。<laughs> うん。一個人がやってんだからね。<laughs> 一人がやってんだからね。もう何千人が亡くなってるわけでしょ。ねどど、どうですかこれっていう話だよね。で、ユーロこんなん、今日ね。下がって。今夜中ですけどね。 はい。えー、そんな状況の今日。ただまあね、で、こういう中で、まあ、例えば、今、ユーロ買ってマイナスがひどいとか、あるいは株買っててマイナスがひどいとか、いっぱい皆さんいらっしゃると思いますけど、ね、まあ、まだね、しばらくこういうリスクオフの状況続くかもしれないけど、ね、ただまあ、えー、ずーっと続くわけじゃないんですよね。で、必ず、どんなやばい材料でも終わりが来るんですよね。 なんで、終わりを見据えてやっていかなきゃいけないですね。えー、終わりが来るんだ、ということで。でこうやって、こういうのを見ると、えー、もう、もうこの世の終わりみたいな感じに見えるんだけど、そうでもない、ということですね。えー、まあ,あ、どっかで終わりが来る。そして、また反転も来る。それが相場だ、ということですね。今、ニューヨークダウンなんかもちょっと反転しすぎてるけどね。だから、下手するとっていうかね、 あの、ひょっとすると最後にバーンと上がるかもしれないんだよね。あの、引け際にね。そんなのもあり得るんだよね。だから引けまでわかんないし、最近の相場はね。まあ、引けまでやってるこれ、やってみる <laughs> ?6 時ぐらい ?5 時半か ?6 時ぐらいまでずっと夜とでスペシャルでずっとやってみるまあ、しょうがないよね。寝た方がいいと思うけどね。えー、寝ますよ、私は。私は寝ますけどね。そんなんで、どっかで終わるんだよね。だから、まあ、それを見据えて、えー、買していかなきゃいけない。 ということになります、えー、だからまあ、あまり悲観的にならないように、えー、パニクらないように、で、パニクらなくてもいいぐらいのところでやると。それがまあね、僕なんか今、あの、えー、思うのは、最近結構上下で振らされてね、昨日も20万ぐらいニューヨークダウプラスが出てたのに、理覚しりゃいいのに、しなかった。そしたらまたマイナスになっちゃって。<laughs> そんなんばっかりやってんだけど、えー、そういう中で思うのは、まあ、なんだろうな。 まあ、しょうがないねって感じ。で、要するに、うん、と相場やってるんだったら、まあ、こういう目に合うんだよ。で、だからもうあ,あんまりね、感情ぶらさないようにしようと思ってますし、感情ぶれないですけどね、あんまりね。え、でも今日は、さすがにね、あの、うん、その、発電所の話はね、ちょっとね、ショック受けたね、やっぱり。これはちょっといくらなんでもひどくないか。 ねえ、ちょっとひどいなっていうことで、すごい心配になりました。大丈夫なのかーってね、心配になったね。まあ、それしょうがないね。うん。でも今のところ、まあ、最悪の事態にはなってないみたいだ。から、なればもっとね、例えばこうニューヨークダウンかダダーン来るからね。もうなった瞬間にね、ダダーンとて来ると思うから。なってないはずです。まだね。なんとか、このままね、えー、 えらいことが起こらない。まあ、もうすでに起こってっけど。怒ってるけど、これ以上の惨事が起こらないように終わってほしいね。と思うけどね。どういうふうな形で終わるかもわかんないけど。で、終われば、これ、下がってた株、ダーンと上がる。だからユーロなんか、バーンと戻すとかね。いろいろな、あの、現象が起こるはずなんですけどね。 その反動がね、必ず出るわけで、そういうところも考えなきゃいけないんで、ずーっとこれはもうダメだっていうんで、売ってけ、売ってけなんてやってると偉い目にあうんだよ。売りもね、売りは売りで偉い目にあうんでね。まあ今日は WTI 原油どうなってるのかな原油もまた上がってるのかな上がってますね。まあ地政学リスクの高まりで、えー、リスクオフだよね。金が上がる。えー、これ金ね。銀。今冷やし見てますけど、銀。銀が上がる。 まあこんなん買えないけどね。天然ガスが上がる。えー、そしてコーンが上がる。コーン、えー、小麦はあこの CFD、えー、GMO の CFD にないけど、小麦もあれば上がってるわけ。大豆も上がってるってね。えー、そんな状況で、で、ビックス指数が上がってるでしょ。多分ね、ビックス指数が上がってる。ね、これ冷やしで。一番高いお、今最近ない高さに来てますよ、ビックスがね。 ま、これだけだから、株価そんな下がってないけど、ビックスはめっちゃ上がってて、もうこれ、やばいやばいっていうね。で、これ多分だから、え月曜日ぐらいじゃないかな。セーリングクライマックスがね。えわかんないけどね。事態によります。事態の推移によりますけど、え月曜日にセーリングクライマックスあってもおかしくない。と思いますね。え土日に何かあれば月曜日にドーント日経が下げて、夜アメリカが下げてみたいね。で、一番反応大きいのは日経だから、 えー、だから、えっ、ー、と、今日、5、えー、本目の動画でね、やりました。えー、来週の週明けとかね、2万5 0円あってもしょうがないよと、えー、言いましたよね、2万5 0円あってもしょうがない。そんな状況に今、世界は、えー、瀕しているということになります。まあ今日、だから、まだね、えー、これ日経25の5分チャットとか、まだ、えー、保ってるよね。一応800円ぐらいで。だからこれはね、どうだかわからない。まあもちろん、今言ってるみたいに、ダーンと上がるかもしれない。わ、まあ、からない。 ね。だから、やらない方がいいよね <laughs>。まあでも、僕なんかは、こういうことをやりながら、まあなんだろうな、もしも、こういう,う、世界で生きてなかったら、退屈だろうな、と思うわけよ。で、こういう世界で生きてた方が、面白いな、と思ってるわけよ <laughs>。そんなんなんだよね <laughs>。まあだから、かなり、ね、変人ですよ <laughs>。変人だよね。 だと、自分でも思うけどね。えー、さて、えー、今日も、えー、メール紹介に行きましょうね。えー、昨日いただいたメール、もちきんちゃくさんからいただきました。えー、ラジオ屋様、こんにちは。いつもね、メールありがとうございます。もちきんちゃくさん。えーラえー、ラジオ屋人の夜トレレギュラー人。レギュラー人 <laughs>。いや、あの、たくさんメールをくださるわけよ。要はね。<laughs> CFD トレーダーは持ちぎ着ちゃくでございます。笑い。よろたりにて初心者向け丁寧な解説をしていただきありがとうございます。教えていただいた通り、まずは225に絞って監視しておりますが、が、今日大丈夫だったかな <laughs> あれほど大切だと分かっていた待つことができず、たっかいところで <laughs>、謎に買いを入れてしまい、マイナスからの CFD デビューとなりました。涙。えー、もちぎ着ちゃくさん最近 CFD 講座を開けたんだよね。 最初に痛い目に遭った方が調子に乗らなくていいか。えー、な、あ、方がじゃない。<laughs> 最初に痛い目に遭った方が調子に乗らなくていいか自分に聞かせて何とか頑張ろうと思っております。動き続けるチャートにまだ慣れていない私はついつい一気一憂してしまいます。経験とともに一気一憂しなくなるのでしょうかはい。<laughs> なります。えー、なりますね。まあ、なんだろうな。 諦めの境地 <laughs>。諦めの境地 <laughs>。だから最初は、だから下がると、冷や汗が出てましたね。で、えー、ただ、なんだろうな。それがだんだん、えー、何も思わなくなり。ただ今日は、割とそんなに下げてないんだけど、ちょっと汗ばんでます <laughs>。ちょっとだけ <laughs>。なんでやっぱりね、気持ち悪いんですよ。で、今も、あの、日本に二系に 2, 2ちょっと下がってるけどね。 700円台ぐらいまで下がってるでしょ ?760 円。で、これ今の今日の最安値券ですよね。で、今こういうね、陰線引いてるのが嫌なんですよね。で、こういうのが来るだろうなって思ってるし、もっとすごいのが来るだろうなと思ってるし、2万五千円までだと700円ぐらい下がってもおかしくないと思ってるし、それが今晩来てもおかしくないと思ってるんですよ。<laughs> へ,へへへじゃないんですよ。だから、ちょっと嫌だなーって感じで、ちょっと今日は身構えてますね。 はい。今来てますね。下げてますね。これは多分、ニューヨークダウンなんかもかニューヨークダウンそんなのもないね。だからなんかね、今日よくわからないんだけど、えー、日経に来たり、ニューヨークダウンに来たり、い、え、ろ、ー、んなとこに、あちこちにね、行ってるんですけど、やっぱね、ぱ世界が今ね、すごい心配してるんだよね。だから僕も今日はちょっと身構えてますけどね。まあ、来れば来いやという感じですけどね。 だからね、今回、うんと、ちょっと前までね、割と自信あって、うんと、いろいろあってもね、戻すんじゃないと思ってたん <laughs> ちょっと待っていや、思わなくなったのかって言われたら、まだ大丈夫だと思ってんだけど、もうと波来るからね、これ。まず来る。ので、こ、え、のー、その人波が嫌だなってちょっと今回思ってる。えー、利下げの、えー、利下げない、利上げで1月24日にセリクラー来たでしょで、今度2月24日に、 えきが、ええー、と、地政学で来たでしょもう一発来るから。そう、もう一発が嫌なんだよ。もう、もう嫌。二 <laughs> 発で終わってほしかったんだけど。まあ多分もう一発来るから、それが嫌なんだけど、まあね、それはでもね、一気一遊しなくなってきます。これはね、でも一気一遊しなくなるレベルに、その自分のトレードを抑えることができるかどうかにかかってるし、ボリューム感ですね。だから、やっぱりオーバートレードだと、あの、一気一遊してしまうんで、 えー、例えば、日経2 5 1ロットだったらあんまり一気一遊しないんじゃないかなと思うんですけどね。1ロットだったら100円で、いくらだっけ ?1000 円か。100円動いて1000円だからね。どうてもないでしょ。そんなに。2000円、3000円なんて、そんなに一気一遊しないよね。それが10ロットだと100円で1万円になってくるから。えー、そうすると100円で1万円、2万円、3万円になってくると、お、なるし。20ロットだと今度2、4、6、8ってくるし。ね。30ロットだと3、6、9ってくるわけよ。<laughs> だからその辺がね、やっぱり、慣れが必要だし、あとは、いかに抑えるかですよね。ロットをね。えー、ラジオネームはじめ、先輩トレーナーの皆様のように、早く、私も冷静なトレーナーができるようになりたい。焦ってはいけません。まあ、ただね、ほ当いつまでたってもやっぱり、あの、厳しいは厳しいと思いますよ。だから、あの、えー、細かく、小さくやればいいんですけど、まあ、いつまでたってもやっぱりね、あの、嫌は嫌でゃん下げればね。 えー、てか、まあ、損が出れば。だけど、まあ、だんだん慣れてきますけどね。だから今回だから今年だからね、僕、今最近思うのは、だいぶここ、今年は苦労するだろうと思っていて、今、今まだ3月だけど、今年は苦労するんだろうなと思っていて、で、ね、今年1年で、どんな、ね、今年1年どんな苦労が待ってるんだろうって今思ってる。だよね。相場で、相場でね。 だから、ちょっとその辺がね、今年は、ちょっと、ちょっと不安ですね。それは多分、今日のその、やっぱり発電所事件でね、僕の気持ちが落ちてると思うんです、今日はね。そのせいがあると思うんだけど、なんか嫌だね。やっぱり嫌だね。やっぱ、あれ、あれをやられると、ちょっとこう、ねえ、本当に心配になっちゃうじゃん。ねえ。で、えー、ごめんなさいね、ちょ途,中途中でね。 でも、あのー、多分、餅ち巾着さんだったら、えー、だんだんね、こういう境地に至れると思います、僕はね。えー、焦ってはいけない。これは人生についても同じですね。イエイさん。温かいメール、ありがとう、エールをありがとうございます。えー、ラジオネーム様、イエイ様からのメッセージ届けていただきありがとうございます。一応、転送させていただいた,い,たいたんですけどね。イエイ様、トレードだけではなく、離婚の先輩でもあったんですね。体調不調もあったとのこと、大変な思いをされたのですね。 たくさんの経験を積まれたイエス様のメッセージは温かく説得力あり、未来が明るくなるような気がしました。イエス様の努力、私を気遣ってくださるような優しい心があってこその今の幸せだと思います。まあね、あのー、私もイエス様のように、えー、これで良かったと数年後に思えるよう地道に頑張ってみますということですね。きっと大丈夫。そう言っていただけると本当に心強いです。心から感謝いたします。 ユイ様の口座解説もきっと大丈夫。2000株まで何品、1銘柄300万、えー、突っ込むリスクを取れる女、かっこよすぎです。もちろんの時は再チャレンジ、応援します。ラジオさイ様、視聴者の皆様、夜トレを通して素敵な交流をさせていただき、本当にありがとうございます。投資の勉強、人生の勉強、ラジオさイ様チャンネル、やっぱり最高ですということでね、お褒めいただきましてありがとうございます。ね。やっぱり最高ですバカ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 あれ <laughs> ちょっと でね、あ今だから、えー、イエイさんは、えー、ね、えー、離婚経験者。で、えー、もちきんちゃんさんは今、えー、手続き中。手続き中。やってらっしゃる最中ってことだよね。えー、一番ストレスの多い時ですよね。で、僕は最近この本を読みましたってね、やりましたけどね。これ、読み切りました。えー、もう別れてもいいですかっていう本ね。柿谷美優さんの本。 まあ,あ、なかなかね、えー、なかなかの本でした。なかなの本でしたっていうのは、なんていうかな、あのー、この本では、要するに、えー、まあ、あまりネタバレするようなことは言わないでおきますけど、結局、なんていうかな、えー、結婚ってあまりいいものではないという扱いになっていて、それで男性があまりいい生き物でないことになっていて、<laughs> それで、そういう場合は、まあだから、人によるんだと思うんだよね。あと、組み合わせにもよると思うんだけど、うまくいってない場合には、まあ、それを我慢せずに、えー、ちゃんと、えー、手続きをとって、離れるな離れた方がいいという、そういう感覚で書かれている本ですね。で、ちょっと前にうちが男女関係でいろいろメールを紹介していたときには、特に男性の側からはね、 えー、できるだけその夫婦関係を維持したい。ね、やっぱり、えー、別れちゃうのは嫌だ、えー。維持したいっていうのがあるみたいですね。えー、で、どうなんかよくわかりませんけどね、えー。それはケースバイケースでしょうけどね。で、この本の場合だと、やっぱり、えー、こうに書いてあるみたいに離婚したい。でもお金がないっていことでね。こういうキャッチコピーがこうなんですけど、このセリフが結構繰り返されるわけなんですけど、えー、旦那さんがやっぱり、 あまり良くなくて、何、えー、て言うかな、えー、女性をなんか奴隷のように扱うっていうような感じですね。で、それがまあ耐えられないってことなんですけど、男性の側にはそういう自覚があまりないみたいな、そんな状況ですね。その中で、えー、決意をしていくみたいな、そんなストーリーなんですけどね。まあ、結構これ面白かったですね。だから結構スピーディーにわーっと読みましたね。読めましたし。 1> 第1章、第2章というのがなくて、どーっとこう、初めからノンストップでどーっていくんですよ。そのスピード感が結構面白いなと思って。で、僕はまあ小説あまり読まないし、昔ちょっと書きかけたことがあって、小説を。僕、物書きだから。で、小説を書き,書きかけたことがあったんですけど、やっぱりなかなかね、あの、書きかけてみたけど、簡単には書けないなと思いまして、で、筆を折りましたね <laughs>。 そういう状況もあって。でも、えー、これを読んで、ちょっとまたね、小説っていう分野を、うんと、もう一回見直してみようかな、と思いましたね。書いたらどうだろう。自分書いてみたらどうだろう。みたいなね。そんな感じもしましたね。えー、まあもちろん、あの、僕は、えー、ビジネスは何冊か書いてるけど、小説は書いたことないんでね。えー、独特の表現があるわけじゃないですか。 それがね、なかなか僕の中には小説あまり読んでないから、えそういう表現がないんでね。えー、書くんだったら結構小説をね、100冊ぐらい読んでさ。<laughs> で、そこから始めなきゃいけないね。小説100冊読めみたいなところから始めて書き始めるみたいな感じでしょうかね。えー、文芸春秋とかはもう定期購読ですかね <laughs>。そんな感じかなと思うんですけどね。 んで、えー、そのような本も読みましたけど、まあやっぱり、えー、別れるべき夫婦は別れた方がいいということで、イエイさんは、えー、別れて、それでよく良かったということでね、ね、えー。で、今持ち巾着さんは、えー、手続き中。<laughs> なかなかね、まあでも、ない方が多分いいと思うんだよね。離婚はね。 ない方がいいと思うんだけど、えー、我慢は良くないっていうことでね、えー。この本なんか読むとそういうことが分かってきますけどね。この本ね。だから男性って結構、えー、知らないうちに、えー、女性をすごい傷つけてることがあるんだよね。あるんだよね <laughs>。これはでもね、女性も多分ね、知らないうちに男性を傷つけてる場合あると思うんだよ。 なんかここはね、お互い違う生き物だから難しいんだよね。で、ね、お互い傷つけ合っちゃうんだよね。そういうことはある。で、男性は男性として、まあ、本能的になんかこう振る舞うと、それが必然的に女性を傷つけてしまう。女性は女性で本能的に振る舞うと、その行為が必然的に男性を傷つけてしまう。で、まあ、やっていけねえよ。やっていけねえよってなっちゃうっていうね。 だから、なかなかね、本来多分やっていけないのが自然で、やっていけるのが難しいのかもしれない。<laughs> そんな風に思うぐらいに、ね、なかなか男女関係って難しいよね。うんでもね、ちょっとこの本に出てくる男性の、その、あの、セリフだったり行為を、僕は、個人的には、全く、なんていうかな、 えー、身に覚えがないし、自分だったらね、身に覚えがないし、そういう行為はしないと僕は思う。<laughs> 自分はね、思う。だけどね、えー、こんなことするって思うようなことを、この小説に出てくる男性はしてしまってるんですよね。僕はしないと思う。<laughs> けどね、うん、まあでもどうだろうね。 ということで、もちきんちくさんからいただきました。ね、えー、こう、友情が生まれてきているわけなんですけどね。<laughs> で、イエイさん。イエイさん次に出てくるっていうね。ラジオ様、こんにちは。イエイです。たびたび恐れ入ります。3月1日のウルトラで読んでいただいた、GM クリック証券の、えー、口座解説ができないかもの続報です。ということですね。で、これは今ね、もちきんちくさんがね、えー、心配されているわけなんですけどね。 えー、どこだっけなえー、はい。えー、どこだっけ <laughs> えー、口座解説ね。はい。この辺ね。しょしょえー、解説できるかどうか心配されてるわけですけどね。で、それで、イエイさん。えー、ジェームクリック証券の口座解説ができないかもと続報です。やっぱりダメかなと諦めかけていましたら、今日の午前中、えー、これ今日いただいたメールですね。ええー、と、もちぎんちゃんさん昨日いただいたメールなんですけどね。昨日っていうか、 えー、木曜日か。えー、やっぱりダメかな。えー、講座解説手続き完了の、えー、封書が届きました。よかったじゃないですか。ね。イヤホーっていうことでね。えー、昨日手続き完了のお知らせメールは、えー、来ていたのですが、ログインするには ID パスワードが記載された簡易書き留めを待てとの内容で、受け取るまではぬか喜びするまいでも、<laughs> ここまで来れば大丈夫ですね。 おとなしくしていました。ログイン後の情報登録。えー、投資に関する質問では積極的に値上がり益重視にチェックをしたのは言うまでもありません。と言ってもログインしたらすでに CFD 講座は改正されていたので、先月申請した時の安全住所の回答でも大丈夫だったみたいです。なるほど。<laughs> なるほど、そうなんですね。ここは今問われないんだね。僕はね、あの、かなり多くの方の講座解説に、まあ、付き添ったというか、 えー、結局、投資顧問やってたんで、えー、投資顧問やってて、CFD やってない方とか、信用取引やってない方が、が、えー、生徒さんとかね、えー、顧問のお客さんにいらっしゃって、これやった方がいいんじゃないですかって言って、申し込まれた。それが止まらないみたいなね、ありまして。その時に一番多かったのがね、やっぱりあの、えー、信用取り講座を開く時に、リスクを取り、取ってやりたい。ある程度リスク取ります。 っていう、こう、あの、回答ではなくて、リスク取りたくないですってやっちゃってダメだったっていうのは結構多かったんですよね。で、そこをやり直したら通ったこともあったと思いますし、ダメだった、やり直しがダメだった経験もあるような気がしますけどね。で結構僕ね、それに付き添ったっていうか、あの、お付き添いさせていただいたんで。<laughs> で、それで印象に残ってるんだけど、大丈夫なんだね、今はね。もし解説不可だったら SBI では CFD、 解説済みなんで、そっちでやればいいかなと思いましたが、SBI は1万につき156円の手数料か、あとでかいんだよ、塊がね。検査すると312円、80円とか200円とか超利益で利益確定し,まうしてしまう、私にとってはかなり不利なので、GMA が,がダメだったら、次は DMM にチャレンジするかなと考えていました。手数料無料です。ただあれこれ後でね、あのメール紹介しますけど、無料ではないんですよね。実は。 とにかく解説できてよかったです。どうもお騒がせしましたえ。とにかくおめでとうございました。<laughs> 講座解説おめでとう <laughs> よかったですね。ただまあこれがね、あの、試練の入り口ですからね。<laughs> 試練が待ってるんで。CFD のトレードは試練ですからね。っていうかトレードは試練ですからね、えー。50万円入金しました。やはりリアルは緊張、えー。今日はウクの原、 危機のニュースで急落中のため、今のところ様子を見ています。これもね、あんまり言うと良くない。<laughs> 昨日12,908円で入った1570、12,500円で難品、千2 7 4 0円になりました、含み損中です。わずかですが、わずかのマイナスなので気にはしていませんが、えー、それより何よりも状況気になりますね。 早く収まってほしいです。普通に食事ができたり、安心して寝られるというのは平和だからこそ、日常のありがたさをひしひしと感じています。心穏やかではいられないえ週末になりそうですが、無理されないようにということでありがとうございます。花粉症を大事になさってください。ありがとうございます。えー、体を温めるのも良いようです、ね。体や心を温めないとダメですね。<laughs> 家児さんからありがとうございます。 えー、花粉症はね、今ね、僕、アレグラをね、一、えー、一をね、半分に切って、えー、朝と夜飲んでて、それで、な、えー、何とかなってます。はい。えー、今んところ大丈夫。でも突然鼻が詰まってきたり、突然鼻水が出てきたりはしますけどね。はい。えー、ということで、家イエイさんも無事 CFD トレーダーの仲間入りってことでね、どんどん CFD トレーダーが増えている。今日この頃です。<laughs> 皆さん、頑張ってください。 ねえ。えー、今、ちょっと、相場をちょっと見てみましょうかね。途中ですけど。今、25,800円ぐらいが日経平均。なギリギリスレスレなんかね、首の皮一枚で、安いとこで耐えてる感じだな <laughs> 米国三業はちょっと今、調子が上がってるか。ねえー。ナスとかはどうだちょっと上がってるか。ねえ。だけど、まあ、調子悪いですよね。 うん、まあでもアメリカンってね、こういう時意地張って買ったりするわ。だ <laughs> から、引け際に上がる可能性あるとは思ってるんだけどね。まあ、ヘッドライン次第だよね。何が出るかね。今日一番大きい経済指標はもう出ちゃってるからね。えー、ユーロはどうだユーロはさらに、んさらに下がってる。<laughs> すごいね、これね。ユーロさらに下がってますね。えっ、ー、と、さっきまで125の6とか7とかにいた ものが、125の、えー、この辺は6とかなんですね。1まで行っちゃって、125割るぐらいの。これはすごいね。こんだけのやっぱり下落になるんだね。125割るって感じですかね。で、あの、えっ、ー、と、ユーロやってる方はね、 127で買って、6で買って、まあ次5で買ってもいいんですけど、あのー、できるだけ2円ぐらい開けてね、えー、間開けて難品した方がいい。細かく難品するとね、えー、ポジションばっかり増えちゃうんでね、気をつけてくださいね。まあ多分大丈夫だと思うんですけどね、この半値戻しぐらいはあると思うんだよ。126の4ぐらいまでは。 えー、割と早い段階で戻ると思うんだけど、さあ、その後ね、5MA がレジスタンスになってくるから、どれぐらいね、戻るのに時間かかるか。まあ、こんだけ下げると結構厳しいかもしれないですね。ユーロ円ね、うん。そんな感じで動いております。えー、次のメール、3通目のメールはミミさんからですね。ラジオ上様、いつも楽しく配置をしています。 えー、それでね、え、これ丸っとこうかな。安いとのご意見をよく聞きます。僕のことだよね。僕は安い安いっていう。何をもって安いと判断しているのか知りたいのですが。えー、高額銘柄、例えばファーストリテイリングなどが10万円以上になったのは、単純に日銀が大量に買ったのが原因だと思っているということですね。日銀が購入をやめたから適正価格へ下がっただけですよね。 今の価格が妥当な価格だとすれば安くないと思います。そして上昇しない可能性も十分にあると思います。安くなったら買うのご意見は賛成ですが、安くなったかなってない、なってないかをチャートだけで判断すると大きな間違いが起きることもあると思います。え非常事態なのに買い、売り、買いが単純に判断されていることに違和感を感じる。そうっすか。<laughs> システム開発のプロですが、どんなに分析しても予測は不可能であると思いますが、いかがでしょうかってことなんですけどね。あの、あの僕の動画をしっかりご覧いただいているのかなちょっと思うんですけどね。あの、例えば、えー、だからこの,あのメールをいただいたんでね、今日の5本目の動画とか結構意識して、えー、と、今の相場が本当に下げ止まってるかどうかわからないって話をたくさんしたんですけど、いつもしてますよ。 はい、あのっていうのは、例えばこのえっとチャートをちょっと出していきますね。まあ、言い訳みたいに聞こえるかもしれないけど、いつもしてます。あのだから、多分あのどうなんだろうな。何か見て、えー、とね日経平均のチャ動画しか見ておられないとか、そんなことないかな。 いつも言ってますけどね。例えば、日経平均の週足を見ると、2万4千円まで下げる可能性があると。これはね。なので、今の個別銘柄って、まだ下げてる途中かもしれないですよっていうのは散々言ってるんですよね。で、えっ、ー、と、僕は安いよっていうのは、えっ、ー、と、どういう意味で言ってるかっていうと、短期的に安い。テクニカル的に安い。もっと言えば、RSI が下がっている。 これを安いと表現することがあります。あるいは帰りが低い。だから短期的に下がっている。っていうことがあります。ただ、そういう中でね、今最近はよく言ってるのは、えー、例えばこれ安いですけど、本当に上がるかどうかわかりません。安いですけど、今こういう状況なんで、すぐに買っていいかどうかわかりません。っていうのを付け加えるようにしてるんですけどね。それ足りないんでしょうね。多分ね。で、ファーストリテイリング9983。 これもさ、えっと、6万円だったらまあ買い、短期的な買いだったら狙えるかもしれませんねって言ったんですけど、それはだって前6万円から一回反発したからなんですよね。で、これまあ6万円からまた反発するかもしれない。でも、付け加えているのは、今は短期的なリバウンドしか取れないので、買ってちょっと戻ったらもう売っちゃってくださいねっていうのは結構口を酸っぱくして申し上げていて、これずっと3ヶ月4ヶ月持ってていいですよって話は、 ほぼしてないと思うんですけどね。してるかもし、れそういうふうに捉えられちゃうこともあるかもしれないですけどねで。今最近は特に短期のリバウンドしか取れないって話はしてると思うんですよね。で、週足見たときに、えー、ファーストリテイリングって200週の移動平均があって、200週の移動平均の下にも入ってます。入ってます。で、えー、こういうふうに見ていくと、えー、これ、もう週足を見たときに安値県って、 こういうとこですよね。本当の安値圏って、週足の下ですよね。200週の移動平均の。で、今、でも、この疫学的リスクの時と同じぐらいのところまでは来てる。でも価格、200週のとの金合いからするとね。で、前どっかで僕行ったことあるんですけど、4万円もありましたね、と。で、4万円なんかあり得る銘柄ですよ、ということは言っているつもりなんですけどね。 だから、えっと、これ今まだ6万でしょ ?4 万あり得るんだよね。えー、だけどまあ、えー、今の短期的には結構安いよねって話をしているに過ぎないですよね。でも短期的にはだって安いじゃないですか。今、えー、短期的には一番安いとこ来てるわけじゃないですか。ね、だから短期的に安い。ちょっとリバー取れるかも、リバウンド取れるかもって話をしているだけです。で、今おっしゃったみたい、ミミさんおっしゃったみたいに、うんと、 ね、えー、だから、チャートだけで判断するのが間違いが起きるかどうかわからなくて、僕はチャートだけで判断してもいいと思うんですけど、そのどのチャートをどう見るかですよね。だから、例えば、えっと、今、まあ、これもね、よく僕解説してるつもりなんですけど、えー、例えばな、何で見ようかな。例えば、えっと、上昇トレンドで落ちてきているいい銘柄ってあるじゃないですか。これとかね。 ネックステージとか。これを上昇トレンド。これ、週足で見ても上昇トレンド。日足で見ても上昇トレンド。それで RSI が安くなって、低くなってて安くなっている。短期的にね。で、今まで RSI の低いところからは立ち上がってるから、これ今そういう場所に来てますよっていう意味で紹介してる。 ただ、こういう時に、僕、時々パッと、こう、週足に切り替えて、でも、週足で見ると、まだこんな高値圏なんで、下手したら、こういうとこもありえますよって、いつも言ってる。これね、こういうライン引いてありますよね。こういうとこもありますからねって言ってるわけですよ。だから、ね、いろんな、こう、チャートを見ると、日足で見た時には安値圏にある。でも、週足で見たら安くない。えー、いうのもあるんでね。 で、まあ、値段だけ見てね、安い高いっていうのも良くないし、それはもちろん材、まあでも材料ってあんまりね、えー、あんまり僕は信じたく、信じない、信じたくないじゃん信じない。えー、材料はもちろん、あのー、作用しますけど、えー、業績がいいから上がる、悪く、悪いから下がるってもんじゃないしね。えー、人気があるかないかとか、その時のね、えー、なんか、あの、情勢に合う合わないとかあるじゃないですかね。 ただ、そういう意味で、そういう言い方をしてるんですよね。ただ、まあ、あの、昨日も、あの、えー、っと、いろいろ結構お叱りのメールっていただくんですよね。で、その、これもお叱りのメールかなと思うんですけど、何言ってんだって感じです,ですもんね。<laughs> 違和感感じるっていうね。で、でも、あの、今日も言ってたけど、状況が状況なんで、えー、しばらく様子見も、えー、妥当なんじゃないですかって申し上げてるんですけどね。そのあたりは、 お聞きになななっっってていのかなってちょっと思うんですけどね言ってるよ <laughs> 言ってる。だけど多分、あの、調子よくバーっと喋っていくから、これ安い。何々が安い。何々が安いとか言ってますからね。そういうところを取り上げられてると思うんですけど、まあ、全体見ていただければ、割と慎重にものを言ってるというつもりなんですけどね。で、あの、僕自身ね、あの予測なんてできるって思ってないから、予想は予想っていつも言ってますよね。 で、あの、例えばテクニカル的に低いところで買ったって、えー、それで絶対とは思ってない。ただまあ、何もないよりはいいし、テクニカルで見た方が。日経平均のチャートなんかでもね、よく僕はテクニカル的なここ買いってやるんだけど、大体最近でもそこで買って2、300円とか取れてるじゃないですか。ここで買えば、ここまで待って買えばね。 だそういう意味で、まあ僕はある程度テクニカルを信頼してるんですけど、えー、こうやって3ヶ月持ってていいとは思ってないし、っていうことなんで、僕も予想は予想って言ってるし、で、でも、そのテクニカル的に安いところ、帰りが低いところからは、やっぱ跳ねるんですよ。で、これは株価修正としてあるので、多分ね、AI なんかもそういうプログラムされてんじゃないかな。帰りが低かったら、要するにね、 あの、いろんなテクニカル指標あるんですけど、移動平均乖離率ってやつは、一番、あの、いろいろなあの指標の中で、最も、あの、有効性高いんですよ。大体。まあ、時期にもよるけどね。僕もいろいろ調べたけど。だからまあ、もちろん予想は不可能ですけど、えー、移動平均乖離率が下がってる。えー、5プラス25の R 式乖離とかで僕よく言うけど、あれが下がってる場合は、えー、割と上がるんですよ。これは、あの、 えー、テクニカルに基づいた計算をね、バックテストをやってみても、ある程度有効性が出てくるんですね。なんで、不可能ではない。えー、返り率なんかは有効だっていうことは、えー、僕は、あの、分析して、えー、数値で確認してます。けどね、これまでも時期によって、ダメな時もあるんですね。だから、絶対これがいつでも有効だっていうテクニカル指標はありません。なのでね、 えー、僕もこのように思ってますけど、だまあ、あの他にもね、お叱り的なメールがあって、例えばあの僕がね、二軒二2 5とか割と甘く入っちゃうんですよね、母はって言ってるけど、あれは言っちゃいけない。<laughs> 言っちゃいけない <laughs> あ。みんな真似するから、割と安く入っ、えー、割と高く入っちゃうんですよね、母はやめた方がいいって言われたんですけどね。まあ、ね。もう僕はだからそれで耐え,た耐えていけるし、えー、対処もできるから、 ゆあの言っちゃうんでしょうけど、母はやめた方がいいって。<laughs> 早く入っちゃうんだよね。母はやめた方がいいって言われましたね。まあでもそのあたりはね、まあ,あの僕の動画見ながらね、あいつは調子のいいこと言うけど、えー、あいつが安いって言っても買えないぞみたいまあだからいつもね、これも出してるじゃないですか。えー、簡単に乗らないでねってね。 えー、言ってるんで、そのあたりも、あの、加味して、えー、聞いていただければなと思うんですけど、でも、こういうメールが来るってことはね、やっぱり、そういうふうな嫌いがあるっていうことだから、まあ、より気をつけて、今後は話をしたいなと思ってます。はい。だから僕、あの、上がらない可能性も十分あると思うし、パーソリテーングなんかは4万円ぐらいが本当の安値だと思うし、もっと言わしてもらえれば、 株価に安いも高いもないです。日経平均もここが安いとかが高いとかないです。あれば苦労しません。えー、だから一応テクニカル的に低いよとか安いよって言うんだけど、今までの中では安いよとか言うんだけど、えー、その株がね、いくらが安くてここだったら買えるなんてないです。あれば苦労しない。何えー、だからファーストリテイリングが3年後に2万円になってたって別に驚かない。3年後に20万円になってても驚かない。 どうなってるか分からない。それが投資の世界なんですよね。その全くわからないところにお金をつぎ込むんだから、本当に無謀なんですよ。<laughs> 無茶。なんで、投資始めました。お金増えると思ったら、何百万円も損しました。当然なんですよ。だからそんな、あの、基準が決まってないから。だからそんなところにお金入れるのが良くない。 だから、僕は予想は予想だし、投資も予想と思って、予想がいいと思ってる。投資やらないのがいいと思ってる。ただ、投資やらないと面白くないよ。<laughs> 生きててさ、ただ、年取って死んでいく <laughs> でね、行くだけじゃん。ね、歳取って、ね、終わりになっていくだけじゃん。何かこう、刺激も何もないっていうのは面白くない。んでね。だから、やるのは苦労するんだけど、いろいろね、感情的にも、 ね、えー、苦しんだりもするし、だけど、やっぱりこれやってると、ね、今の世界情勢も、こう、こう、こう、なんていうかな、体感的に感じるじゃない。で、多分、あの、今の、えっ、ー、と、ね、うくとかロ、ろう、ろの話ね、紛争。あれって、あの、人によっては、もうこんなニュース聞きたくないって人もいるんだよね。そんな遠くの話なんかし、どうでもいいから、平常通りいつもの番組やってくれっていう意見が NHK に来たらしい。 なんか、えっ、ー、と、朝の番組を、えー、やめて、えー、その今の紛争の話をしたらね、そんなもん見たくないっていう意見が来たらしい。まあでもそれは多分トレードやってない人だ。やってる人は、えー、体感的にね、感じますよね。うわぁ、これやばいみたいな。<laughs> これ落ちるみたいな。も落ちたみたいな。痛いよね。ニュースが痛い。まあ、それはね、でも、それだけの、まあ、やっぱり、 脳の活性化とかにつながってると思うんだよね。だ僕よくね、多分間違い探しで脳を活性化しようとかよく言ってる人いるけど、やったことない。や,やることにもあるけどね、まあや。やる暇ないし。それどころじゃなくって、もうひ普段のね、えー、こうやってニュース分析したり、チャート分析したり、メール読んだり書いたり、えー、仕事っていうかこういう作業をする中で仕事ですけどね。こういう中で十分僕は脳トレイはできてると思っていて、 えー、それ以上何かね、なんか塗り絵をやってみましょうとか <laughs>、なんか間違い探しやってみましょうとか思わないえー、それぐらい、思わないぐらいに、えー、脳はコキ使ってる感じがするんだよね。今日も朝9時、8時9時からやから見始めてさ、今夜中の2時までずっと喋ったり、ずっと分析してるんだよね。よくまあ倒れないなって自分で思うんだけど <laughs>。そんなことやってるわけじゃないですか。だからね。 えっと、あともう一つぐらい紹介しましょうかね。えっ、ー、と、今日もう一通あのかなちょっとわかんない。今何通紹介したかな一あ、まだ3通だね。やっぱ4通しかできないかな。あんまり長くなっても僕もしんどいんで <laughs>。えー、フロ o m 62歳バカトレーダー。<laughs> バカトレーダーなんてあんまりよくないんですけどね。えー、こんにちは。あ、昨日の開運の方ね。 取り上げていただきありがとうございました。第一段階として次のような対応をしてみました。100万円資金を入れて、優先200ロスカット、買いで200円取り、約定は12,025円。操作をした後急落して結果的にあまり良い対応にはなっていませんが、段階的に持ち高を調整していこうと考えます。次はどこかの段階で100株調整しようと考えています。とにかく感情を抑えてウェターな対応を考えていこうと思います。一言アドバイスをください。 え、ほんの一言で構いません。62歳バカ取れ <laughs> え、ね。えー、優先を、だから、売ってたんだけど、優先を買いに切り替えた。土填の買いってやつですね。まあ、あの、それは、えー、考えられる対応だと思うし、まだ、3月29日ぐらいまでは上がっていくので、えー、売りと買いと、要するに、両方持たれたっていうことですね。両立てにされたっていうことですね。 まあ、悪くないんじゃないかなと思いますけど。はい。で、えー、例えばこれを損切りして、で、別の何かを買うっていうんでもいいんですけど、今この相場の中でね、あの、本当に上がっていきそうなのって優先ぐらいしかないから。<laughs> 本当にで。これ分かりやすい。今29日までね、利付期最終売買日まで上がりやすい。前回もそうだったっていうんで、非常に上がりやすい。分かりやすい。でこれを、 損切切りりををして、ね、売りを切っててねね売っっ買うっていうのは、OK、だと思いますけど、ね、ただ、あの、まあ、牛村区はですね、えー、これ25円目がサポートになるチャートなんで、えー、この辺で買えればよかったですよね。一番ね。えー、なんで、まあ、チャートをよく見ていただくと、どういうところが安いところで、どういうところが高いところかわかるので、えー、微妙にね、そういう微調整をして、えー、なるべく安いところで買い、なるべく高いところで売るみたいな、 えー、そんなのもできるようになると、さらにいいかなと思いますけど、基本的にまあ、日本優先、えー、売りで全部持っているのを、えー、切って、買いに一部切り替えるっていうのは、良かったんじゃないかなと思いますね。あとは、どう操作するかだよね。うん、で、あの、権利付き最終売買日を売りでまたぐと、えー、ね、あの、あれ取られるから、あの、配当金取られるから、それはやらない方がいいじゃないですか。 それはやらないで、だけど、えー、利付期最終売買日またいだ後って、その後ってまたいちゃいけないんだけど、その後って多分、多分下がるから、そこは売りかけてもいいかもしれない、ね。ただ、思ったように下がらないかもしれないし。まあ、とにかくね、相場は難しいんですよ。で、まあ一番単純なのは、とにかくめっちゃ安いところを待って買って、少しリバウンドしたら売るっていうね。このぐらいしか、 できないと僕は思っていて。だから昔は僕も個別銘柄いろいろ売ったり買ったりした、いたんですけど、だん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 指数とか、えー、FX になって、大きく下げたところを買ってリバーを取る、リバウンドを取るっていうようなトレードしかやらなくなってきてるんですね。だんだん。まあ結局はそれしかやってないみたいな感じです。だからそれがまた目のみが外れて、まあ上がりすぎたところで売って下がったらリグ。 だからそれもくろみ外れてトレンドが出ちゃうとそれやってても捕まるんですよ。捕まるんですけど階層上に売り買いしとけば上下変動でなんとか解消はできる。損切りしなくても。っていうのもねた、あの、掴んできたんですけど、まあそれぐらいしかね、できないかなと思っていて。だからなかなか個別銘柄をね、縦横未尽にね、売り買いしながら利益を出していくっていうのはなかなかね、僕自身はちょっと、えー、自信がないかな。いや、やれない。 と思うんですよねもう一つご紹介しますけど、だからこれ基本的にはいいと思うんですけどね。からまあなんていうかな、えっ、ー、と、優先で損した場合に、絶対優先で取り返そうって思わない方がいいんですよ。とかね、優先で損してすぐにもうね、買いで入るってやらなくても、今みたいなこういうね、えー、相場の不安定な時は、ちょっと置いといて、えー、ちょっと心を打ちつけてからまたやるでもいいんですよね。かまあ、そんな感じでね、あのー、 うーんとちょっと感情的な感じがするんだよね。売りカット買えみたいな <laughs>。それは、だから優先の敵は優先で打つみたいなね。で今すぐ買わなきゃダメだみたいなね。そんな感じでもないんでね。そのあたり少しあの余裕を持ってね、いけるといいかなと思うんですね。もう損するのはしょうがないですからね。株とかトレードやってる限りはね。 えっと、もう一通だけ読んで終わります。株朝付け、としば古漬さんから。あ、ごめんなさい。メール紹介になってない。はい。えー、ということで、えー、62歳の方、えー、ありがとうございました。頑張ってください。応援しております。えー、うまくいくといいですね。あと、手じまいとかもね、できるだけ動画でヒントを出しますんで、参考にしてください。で、売りをまたがないようにね、えー、してくださいね。あのー、配当金取られないように。 え、株安さけとしては古付けさん。こんばんは、お久しぶりです。いつも楽しく見させていただいております。夜トればラジオさんらしたいっぱいで良いですね。楽しい雰囲気でお願いします。楽しくできてるかどうかわからないけど。今日、え、第2 0さ3トヨタを2050円で100株買いました。この状況下で下がっていくのでは、一瞬、恐怖に取られ、襲われましたが、跳ねると思い、願い、買いました。明日は上がっていきますか。えー、GMO のデモトレで始めたんですが、よくわからず、あ、これちょっと時間かかるな。 え、教えてください。売りとの赤と買いの赤、あ、売りの青と買いの赤の動く数字は売りと買いの差だとはわかるんですが、少ない方がいいんですね。ということで、ここちょっとね、後回しにしますね。ここら辺をね、ちょっとお教えしようと思って準備はしたんだけどね。これちょっとまた次回にちょっと回させていただいて、トヨタだけちょっとね、見ますけど、トヨタ2050円で買って大丈夫かってやつですね。えっ、ー、と、これだけちょっと見ますけどね。 でこれはね、だから、週足で見るとさ、トヨタってまだ高いんだよね。これ今日も言いましたけど、1550円ぐらいあり得るっていうね、えー、チャートですよ。200週の移動平均まで下げても1550円。で、えー、もっと下げる可能性もあるわけで。で、今2000円なんでね、2050円で買われた。まあ、これはもしかしたら高いかもしれん。え、難品500円刻みで買って、難品して上がるのを待つか。あるいは、ちょっと調子悪いなと思ったら、売っちゃうか。 結局ね、今あの、まだ、えっ、ー、と、今日もね、今、2時10分ですけど、まだ、あんまり、セーリングクライマックス的な売りになってないかな、どうか、ちょっとわかんない。えっ、ー、と、これ、ユーロ。ユーロはまた下がってるけど、ユーロはセーリングクライマックス的な、めっちゃ下がますけどね。えっ、ー、と、米国産地は上がってます、逆にね。えー、ちょっと上がってますけど、まだ月曜日とかに、セリクラ的な動きがね、来る可能性があるわけですよ。だから、あの、その意味でね、 えー、まだ、あの、これ、トヨタとかね、分からないですよね。で、この後2万5千とかあり得るんでね。えー、ということは申し上げている通りでして、えー、だから、えー、ちょっと今調子悪いな、ちょっと買ったけど、あんまり良くないから、一回手しまうかなって判断もいい、いいかもしれないですね。持つんだったら、持つで、えー、500円下がっても持ってるよと。20万が15万になっても持ってるよというような、 え、トレードもいいかもしれない。え、ですけどね。ただそこにどういうメリットがあるかですね。配当いくらもらえるんですかね、トヨタはね。で、配当をどれくらいもらえるのか。キャピタルゲインはどれくらい取れるのか。それやって何かプラスになるのか。<laughs> その辺がね、あの、本当にトレードをやって、えー、まあ、楽しい。 スリリングっていうのはあるかもしれないけど、えー、本当にね、それが、あの、いいこと、いいことっていうかね、自分のその、えー、プラスになるかどうかっていうのはすごい、えー、わからないんでね、その辺はよく考えて判断していただければと思うんですけど、まあ、短期的にはね、僕何回も言ってますけど、トヨタは今、買いが検討できる場所なんですよね。で、この辺もそうですけど、RSI が下がってきたところから上がってるじゃないか。ここもそうじゃないか。ってことで、こう来てるから。 で、これ、この後ね、早めに、例えば事態が収集してさ、で、株がパパーンと上がってくれば、いける可能性あるんですよ。今日もね、あの、発電所の話がなければ、割と上行ってたはずなんですよ。だから、そういう今、状況なんでね、発電所の話がなければ、割と上行ってましたから。<laughs> だからね、そういうこともあるんで、えー、そういうことも考えながら、えー、ね、行くかどうかは本当誰にもわからないですよね。 みんな、あの、だから、知ったふうなこと言うけどね、こうだからこうなるとかね、言うけど、ならねえって、<laughs> ならねえって言って言ったらあれだけど、でも分かる人が誰もいないって。だから、達人も何もいないの、と僕は思ってる。で、達人みたいに見える人の発言ほど注意しなくちゃいけないんですよ。これは僕も経験あるけどね、この人がこう言ってるからね、やってみようと思ってダメだっていっぱいあるの。うん、だから、 まさか僕をそんな風に見てないと思いますけど、えー、僕は達人でも何でもないんでね。えー、本当に誰かの言うことを聞いて依存しないように。で、この人は大丈夫だって信用しないようにして。で、えー、もうね、相場なんて疑,て疑って疑って疑って疑いで何がいつあるかわからない。ね、誰にもわからない。下がると思ってったらバーンと上がるとか、上がると思ってったらズガーンと下がるとかね。もう何があるかわからない。それが相場なんでね。それが相場なんでね。 そういう感覚でやってください。えー、な明日上がってきますかねって、えー、ね、聞かれてもですね、さあ、わかりません。テクニカル的にはね、反発あり得るよね。ただし、みたいなことしか言えないっていうことですね。だから常に、あの、下がった時どうするか。えー、予想外にうまく上がらなかった時どうするか。どれぐらいの期間でトレードするのか。 逆行したときどうするのか、どれぐらい覚悟しとくのか、みたいなところをですね、しっかり考えていただいた上で、ぜひ皆様、トレードをやっていただければと思う次第でございます。はい。ということで、1時間ほど喋ってまいりましたが、えー、この辺で終わりましょうかね。 よ、喋るね。喋 <laughs> るねっていうね。自分でも思うけどさ。まあ、一日中やってて、今何時間目に突入するんだ ?16 時間目ぐらいやってるんでね。<laughs> 活動時間16時間ぐらい。さすがにちょっと頭ふらふらしてますけどね今ね。はい、やってました。やってきましたが。はい、終わりたいと思います。ということで、今日もね、えー、岐阜の山奥にありますラジオエジ第1スタジオからお届けしてまいりました。ラジオエジの夜トレ、そろそろお別れの時間がやってまいりました。バイバイ えまた来週ですね。さようならさようならそれじゃねそれじゃあね, <laughs> ゃあねお疲れ様でしたお疲れ様でしたということで、あー、やっと終わった <laughs> っ終わったのがいいんで、えー、っと、今日のね、今の、あの、えーえー、株暗殺系としては古漬けさんのね、こっちの後半の、えー、えー、GMO の、えー、デモトレの話ね、これはまた、えー、月曜日以降に、えー、お答えしますんで、お楽しみにお待ちください。ちょっと待っててね、ということでね。はい。 えー、ということで、終わり、ラジオージーでした。皆様